田中光昭、維新風雲回顧録より高杉晋作。今日の場合、どうしても薩摩と長州とが支援を忘れ提携せぬことには倒幕運動は難しい。自分はそのため坂本と両藩の有志を説得している。そこもとにも一骨折ってもらおうと思って招いたわけである。同じ土佐の先輩、坂本龍馬、中岡慎太郎らが薩長連合同盟に着手していた頃、私は中岡に従い長州へ下った。坂本は私どもを伏見まで送ってくれた。当時長州は蛤御門の一戦、武運拙く会津薩摩両藩のために敗れ、全く勢いを失っていた。長州なお男子あり、我々の腕前をご覧に入れる。私が長州で最も世話になったのは高杉晋作である。この時の高杉は意気健康、当たるべからざる勢い、騎兵隊のことも海軍のことも世話をし、ほとんど陸海軍総督といった地位にあった。兵に望んで惑わず、機を見て動き、機をもって人に勝つ者は高杉東行落成の一記載と中岡が称賛しているが、彼は長州のみならず天下の人物である。私が中岡と共に会見した際、高杉はふと私の持っている彫刀に目を留めた。田中君、失礼だが君の刀を拝見したいものである。はあ、どうぞご覧ください。かたじけない。うん、まことに見事な刀である。平素のお心がけぬほど差し入る。この刀は私の自慢であった。これこそ私が苦心して薩摩藩士梶原鉄之助から譲り受けた定安の名作だ。高杉はしばらくの間じっと刀身を見つめた。やがて刀を鞘に収めると中岡に向かって言った。甚だぶしつけなお願いだが、どうか君から田中君に話してこの刀を拙者に譲ってくれぬか。よろしい。さて困った。その頃の志士たちは名刀に接すると恋人を得たるがごとくに愛着することは共通の心理である。だがいくら相手が高杉でも、この刀ばかりは手放すわけには参らぬ。田中君、高杉君がご所望だからお譲りしてあげたらよかろう。甚だ残念であるが、それだけはお許しください。何か司祭があるのか。はい、実はこの一刀は私が戸塚に潜伏中薩摩の梶原氏から譲り受けたもので、他から求めたものではありませぬ。梶原氏もことのほか大切にいたして容易に譲るとは申されなんだが、いろいろと交渉を重ねた挙句やっと聞き入れてくれました。そういう由来もあることゆえ、せっかくであるがお断りをいたします。うん、由来を聞いてますます欲しくなった。梶原氏の心がけといい、君の心がけといい、近頃感服つかまする。どうかご両者の心がけと合わせて拙者にお譲りを願いたい。何としてもご就寝でありますか。もう欲しくてたまらぬものであります。では私にもお願いがあります。お聞き届けくだされば差し上げぬものでもありませぬ。何であるか言っていただきたい。あなたのお弟子にしていただきとうござります。それは弱ったな。拙者は人のしたる器ではない。それなら致し方ござりませぬ。刀はお譲りはできませぬ。辛いな。
よし、そういうことなら及ばずながらお世話をすることにしましょう。ようやく承知してくれたので、私はこの一刀を高杉に送り、彼の門下に入った。彼はこの刀がよほど気に入ったらしく、長崎で写真を撮って送り届けてくれた。それを見ると、断髪を分けて着流しのまま椅子に腰を下ろしている。そして定康の一刀を腰辺にピタとつけ、洒落な風刺の中に一脈の鋭気颯爽として、おのずから竜の間にひらめいている。彼は死ぬまでこれを手放さなかった。しかし彼の死後、どこへどうなったか行方がわからない。一振りの刀が薩摩から土佐へ、長州陣へと移り移って、薩摩、長州、土佐の結びつきとなったことは不可思議な因縁だと思う。高杉の生涯は極めて短い。慶応3年4月、下関で病死した時がわずかに29歳であった。しかしながら彼の一挙一動は天下の先駆けとなって、志士たちの意志を鼓舞したのみならず、あらゆる勤労運動家の指導者となっている。長州滞在中、彼は私に教えた。死すべき時に死し、行くべき時に行くるは英雄豪傑のなすところである。それまでは軽挙妄動をせず、もっぱら学問をするがよい。およそ英雄というものは、変わりなき時は否認骨敷となって隠れ、変ある時に及んで竜のごとくに振る舞わねばならない。彼の生涯がまさしくそれだ。さらに私は固く戒められた。男子というものは、困ったということは決して言うものじゃない。自分も父からやかましく言われたが、人は平然つまらぬことに何の気もなく困ったという癖がある。あれはよろしくない。いかなる難局に処しても、必ず窮すれば通ずでどうにかなるものだ。自分が御殿山の公使館を焼き討ちにした時もそうであった。平勢は無論、七に入り、難局に処しても、困ったという一言だけは断じて言うなかれ。この言葉は今もなお耳の底にはっきりと残っている。のみならず、それ以来私も困ったということは仮初めにも口外せぬように努め、今日に及んでいる。しまった、これは困った。そうしてご一新の後、私は陸軍会計官として名古屋に出張したことがあった。列車に乗る際、随行の者が突然声を上げた。どうしたのかと尋ねると、いや、大変なことをしてしまったのです。靴を宿屋に忘れてきました。まことにどうも困惑いたしました。こう話すので私は言った。そんなことで困るということがあるか。靴はどこにでもある。新しく買い求めても間に合うことではないか。君の不注意には違いないが、それならそれでどうにでも処置はつく。私は書生時代から高杉先生にこういう教訓を受けている。そうして例の一条を述べた。私は機会さえあればこの話をチキの耳に入れることにしている。高杉の精神気迫の全部と言わず、その一部でも後世に伝えておくことは、彼の銅像や記念碑を作るよりもずっと有益だと考えているからである。
田中光昭、維新風雲回顧録より坂本龍馬。もし坂本龍馬が存在しなかったら、薩長の連合は行われなかったかもしれない。そうなると維新の大業は完成しなかったかもしれず、完成してもよほど遅れることになったと見ねばならない。来楽闊達な男で高杉晋作に似ていた。お龍という丈夫を連れて歩いていたのも彼とそっくりであった。どうだ、龍馬の言われが分かったか。裸になると背中は真っ黒だった。その上黒い毛がさんさんとして生えていたのは珍しい。文久三年八月以来、紀藩と我が長州とは甚だ面白くない間柄とはなりましたが、これは時の勢いに過ぎず、小藩としては何ら他心はござりませぬ。坂本中尾からの尽力により、京都二本松において薩摩の西郷隆盛と長州の桂小五郎らの会見が行われた。桂は順々として徳臣の行くように長州の真事を解き明かしたが、西郷は黙々として何も言わない。両友睨み合い、腹の探り合いである。やがて死角から狙われていたため、ようやく伏見に入った坂本が桂を訪ねた。桂さん、遅れてすまない。名役はどうなりましたか。底元の尽力には感謝する。だが私はこのまま国元へ引き上げるつもりだ。薩摩は砂漠とも勤王とも中立とも自由な立場にある。しかし我が長州は幕府と戦うより道はなく、差し迫った状況にある。西郷のご馳走は毎夜のごとく続くが、いまだ連盟の申し出はない。私から申し出るべきなのは承知しているが、それでは哀れみを請うのと同じこと。この上は傍聴二州が焦土と化そうとも、藩の面目を立てねばならぬ。なるほど、ごもっともである。さりながら薩長の連合は日本国を救おうがためである。してみれば一般の面目のごときはこの際忍ばねばならぬ。どうか帰国は待ってもらいたい。坂本は桂を慰め帰国を遮った。もしこの時物別れになっていたら、どういう結果になったであろうか。今から考えてもハラハラさせられる。坂本は直ちに西郷に走った。痛く通論して攻め立てたので、西郷は決心し、改めて薩摩から同盟の定義をすることとなった。かくして有名な薩長連合六ヶ条の申し出は坂本の仲介によって成立した。やがて慶応3年11月15日の夜、坂本は河原町にある醤油屋の2階で中岡との会談中、死角に襲われた。突然二人の男に切られた。僕は底元からもらっていた担当で受けたが遅かった。坂本は左手で刀を鞘のまま取って受けたが、僕に向かって死んだ。わしは脳をやられた。もういかんと言った。
僕も所詮助かるまい。私は中岡を励ましたが、翌々朝絶命してしまった。王政維新のまさにならんとするわずか2ヶ月前、この領有を失ったことは残念千万である。資格は何者か今もって判然としない。それにしても思い起こすのは明治37、8年日露戦争当時、私が宮内庁に報職中のことである。バルチック艦隊が極東に向かって発航したという伝聞があった。日本海軍の必勝を信じてはいたものの、不安な気分に閉ざされていたのも事実であった。そしてまさにその前後、皇太后様の御枕辺に彼が現れた。理臣坂本龍馬でござりまする。この度の改選につきましては、いささかもご懸念あそばす必要はござりませぬ。必ず皇国の勝利でござります。微臣力及ばずといえども、皇国の海軍を守備いたします。幸いに栄領を休ましめたまえ。皇太后様がお目覚めになった時、その姿は幻のように消えてしまったという。皇太后様は坂本龍馬の顔を知らなかった。私は人に頼んで彼の写真をご献上申し上げた。するとそれをご覧になった皇太后様は、これは坂本龍馬の写真である、と仰せられたという。思うに死してなお死せずというのは、坂本龍馬のごとき人物であろう。